ガールズ・アラウドはイギリスの女性ポップグループ。2002年に ITV1 で放送されたポップスターズの優勝者で結成され3枚のシングルでチャート1位、4枚のアルバムでプラチナ認定になるなど2000年代を代表するイギリスのポップグループに成長した。活動を休止して以降シェリル・コールがソロとして絶大な人気を得て以降 再結成の話はたびたび打ち消されていたが、やがて再結成の話が、徐々にリアリティを帯びてきた。そしてついに2012年10月、正式に再結成を発表。ニューシングル、サムシングニューも解禁され、さらに、ニューアルバム、10を11月26日にリリースした。しかし3月21日、ツアー終了後突然解散を発表した。 今後のメンバーの予定などは明かされていないが、サラ・ハーディングは年内にソロアルバムをリリース予定。ガールズ・アラウドのサラ・ハーディングさんが乳がんで死去39歳、日刊スポーツ、2021年9月7日。2021年9月7日閲覧。AB、UK チャーツガールズ・アラウド。 オフィシャルチャーツカンパニー2012年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年4月23日閲覧 ABIRISHCHARTS.comHANGMEJEN2012 年2月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年4月23日閲覧 ダッチチャーツガールズアラウド。カチチャーツ NL ハングメジエン2012年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年4月23日閲覧。ABCDFG コールフィールドキースガールズアラウド A ホールロッタチャートヒストリー。ビルボードプロメテウスグローバルメディア2013年3月21日閲覧。 ABCDEFG BPI Certified Awards Search British Phonographic Industry 2009年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年1月16日閲覧 Ilma 2005 Certifications Awards Melch Platinum Irish Recorded Music Association 2009年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ 2011年4月23日閲覧。イルマ2005サーティフィケーションズアワーズプラチナム。アイリッシュレコーデッドミュージックアソシエーション。2011年4月23日閲覧。イルマ2007サーティフィケーションズアワーズゴールド。アイリッシュレコーデッドミュージックアソシエーション。2011年4月23日閲覧。 イルマ2008サーティフィケーションズアワーズマルチプラチナム。アイリッシュレコーデッドミュージックアソシエーション。2011年4月23日。閲覧。イルマ2006サーティフィケーションズアワーズプラチナム。アイリッシュレコーデッドミュージックアソシエーション。2011年4月23日。閲覧。ありがとうございます。